皆さんこんにちは。ミリオネアマインドセットマスターコーチのタエです。本日はですね、今かなり話題になっているコロナ離婚について話をしていきたいと思います。実はですね、ここ数日間でなんとですね、男性の経営者の方からと女性のね、その方は主婦の方なんですけれども、立て続けにですね、コロナ離婚のご相談があったんですよね。で、まさにもうちょっとこう旬な話題といいますか、ちょっとびっくりしちゃったんですけれども、ただね、お互い2人ともですね、できれば離婚はしたくないよということだったのでですね、でなんとかこういうふうにね、状況を変えていったらいいんじゃないのっていうアドバイスをさせていただきまして、結果的にはお二人ともですね、ちゃんとこう話し合いをして今いいように向かっていっているそうなので、よかったなと思うんですけれども、やっぱりね、このコロナの影響で非常にですね、もうガラッとライフスタイルが変わっちゃったりとかですね、普段日頃ね、なかなかこう一緒に過ごす時間がないご夫婦だったり、お子さんをずっといたりとかして、ストレスがすごく溜まっちゃってる方すごく多いと思います。急なね、あの変化でね、なかなか対応できなかったりとか、いつまでこの続くかっていうこの不安がね、焦りがすごくあったりとかして、結構メンタルがね、やられちゃってる方もすごく多いと思います。今日はね、そんな方のためにですね、できればね、この離婚じゃなくって仲良くなれるように、そしてまた夫婦がね、一緒になってね、こう協力し合って、このコロナを乗り越えていこうよっていうふうになれるような話をしていきたいと思います。で、今日はですね、まず前半は女性向け、そして後半は男性向けに分けて話をしていきます。はい、でまずね、女性の皆様、もう本当にお疲れ様ですね。今本当にもう学校とか全て休校になっちゃったりとかね、自粛でイライラしちゃうのすごくわかります。でね、ほとんどの会社ですかね、結構リモートワークになったりテレワークになったりとかして、今までだったらね、朝ご主人が会社に行って、お子さんもね学校に行って、昼の時間はね自分の時間だったりとかね、仕事している方でもね、お仕事をされていて普通に出社してね、気分転換できたのに、それがねガラッともういろんなことがこう変わっていって、ご主人が急にもう朝から晩までお家にいるとかね、子供がいっぱいうちにいるとかね、そうなってくると、例えばこう家事も大変ですよね、朝昼晩3食作んなきゃいけないとかね、もういろんなことが重なっちゃって、もう嫌ですよね。まずね、もう疲れたっていうね、まずご自身をギュッとね、よく頑張ってるぞっていう風に抱きしめて、そしてね、自分にね、もう本当によく頑張ってる、毎日ありがとうっていう、まず感謝をしてですね、もう自分をね、本当にもう認めて受け入れてあげてください。で、結構コロナでね、こう離婚というかね、喧嘩をしたりとかイライラしちゃう方って、完璧主義の方が多いなと思うんですよ。なんか全部自分でやんなくちゃいけないとか、これもやらなきゃいけないってなってしまうと、もうすごく苦しいので、もうこの、ね、期間はなるべくもう自分を甘やかしてですね、まあ、ちょっと緩やかにというか、完璧はやめましょう。私も娘のね、ホームラーニングを本当にね、ちゃんとやんなきゃと思ってやってたんですけど、とてもじゃないけどすごく大変なんですよ。英語、中国語、あと算数、アート、絵ですね、音楽とかもすごいやることがあって、もう早々にこれはもう完璧は手放そうと思ったんですね。できる範囲でやろう、で自分が一番ね、無理のない範囲でやなきゃ続かないからやめたんです。で、皆さんね、多分すごくね、例えばご主人がね、ずっとお家にいたりとかして、日中はスマホとか、パソコンとかでね、テレビ会議とかしてるとね、ずっとこう気持ちいるし、常にこう喋ってて、なんかこうね、気を使っちゃうというかね、すごくねストレスが溜まると思うんですよね。今までだったら夜ご飯もね、週に何回か晩飲みに行ってたのに、急に毎日いるから、もう夜ご飯も晩食もやったりとかって、すごく大変だと思います。なのでどうぞ手を抜いてください。はい、手を見てください。で、もし可能だったら家事代行サービスを使ってください。で、私以前日本に行った時ってね、キッズラインっていうシッターサービスをすごく使っていたんですね。ものすごい助けてもらいました。で、すごくいい方がたくさんいらっしゃいました。しかもね、結構お値打ちに使えたりするので、そんなうまく使いながらね、ぜひ自分の時間だったり、自分がね、もう疲れ切って疲弊する前に何かをね、助けを求めるとかっていうことをぜひしてください。そしてやっぱりね、男性ってそもそもね、やっぱ弱いと思うんですよ。で、今回こういうことが起きてね、じゃあ仕事大丈夫かなとか、自分の会社倒産しないかなっていうようなね、不安ものすごくあると思うんですよ。だけど家族がいるから頑張んなきゃっていうプレッシャーもきっとあると思うんですよ。ここはね、ちょっとね、よいしょって踏ん張ってもらってですね、もうあなたが、奥様がですね、ご主人を支えてください。
支えていくっていうのが、ね、よくね頑張ってくれてありがとうっていう気持ちですね。なんだかんだ言ってお仕事していただいている、働いてもらってるっていうのがあると思うので、そのね感謝の気持ちっていうのをね少しね前面に出して、男性ってやっぱね褒めてもらって嬉しいのでですね、ぜひいつもありがとうとかねぎらって言葉を、ね、かけてあげたりとかですね、昔のなんかねことを思い出して、あの時あのことあったなっていうのを思い出してですね、またそんなねフレッシュな気持ちになれるように、そしてこういう時だからこそ夫婦のねそのマインドをねこう一体化にしてね強くして絆を深めるチャンスでもありますから、ぜひねこの絆を深めるという意味で、ぜひねご主人を支えてあげる、褒めてあげる、そして認めてあげる、彼も大変なんだなって。で結局そう支えていく女性っていうのはやっぱりいわゆるあげまんなんですよね。私のね周りの男性でねすごく成功していて、まあ、お金も地位もあってねすごく幸せな方で、奥さんはすごく素敵なんですよ。奥さんが立ててて、奥さんが支えているからご主人もこうどんどん成功していく人が非常に多いので、今は逆にチャンスなんですよ。夫婦仲をねもうがっつりね絆を深めるチャンスでもあります。だからねちょっとご主人とうまくやっていきたいなと思っている方はぜひですね、もうご主人を立てて褒めて支えて、いつもありがとう、助かってるっていうふうに感謝を言ってですね、うまくねこうしてあげてくださいね。とはいえ女性だから、例えばおしゃれとかもしたいですよね。ね、ネイルも行けないとか美容院も行けない、私もねずっと美容院も行けなくてネイルも行けなくてねイライラしちゃうんですけど、今はですねなるべくお家でねおこもりエステみたいな感じでね、ちょっといいシートバッグをするとか、私なんか結構おこもりエステで赤いやつのパックをしたりとかですね、あとは自分の大好きなアロマのねろうそくを買ったりとかして、結構家で楽しめるような美容をやっています。そういうのもぜひやっていただいて、とにかくね自分がご機嫌でいることです。自分がね日々ねハッピーでいれることをぜひやってください。私本当にたくさんいろいろやっててですね、今ケーキを毎日食べたりしてるんですけど、どんどん太っちゃったんですけどね、もうケーキ美味しい、幸せみたいな。あとはちょっとねした家飲みのねお酒を買ってみて夜飲んだりとかね、ああ幸せだなってやったりしてるんですけど、ぜひ自分がご機嫌になれるようなですねアイテムを集めてご機嫌に過ごすことっていうのをやってみてください。はい、皆さん男性の方ね、急に家でねずっとしなきゃいけない、お仕事しなきゃいけないってなっちゃうと、ね、息も抜けないし、飲みにも行けないし、イライラしますよね。わかります。でもね、奥さんもそうです。奥さんも急にこんなことになっちゃって、いつこれは終わるのかなっていう不安でいっぱいなんですよ。で、古来やっぱり男性っていうのはね、もともと外に狩りに出て、獲物を取ってきて、奥さんね、家族を守るっていう役割だったんですよね。だから、やっぱりね、こういう時だからこそですね、こう強く優しい男性でいてほしいと思うんですね。そのためにですね、ぜひ奥様にまずは感謝の言葉だったりとか、感謝を態度で表してください。あ、もうご飯いつも作ってくれてありがとう、美味しいよとかね、一言言うだけで全然女性って喜ぶんです。だからぜひその感謝をね、当たり前じゃなくって伝える。そして今自分もね、こういう状況で不安だし、ね、会社もどんなのか分かんないし、日本経済も分からないからちょっと心配なことがあるけど、でもね、僕はね、家族のほうのために、頑張ってやっていこうと思っているから、一緒に協力してやっていこうよっていうふうにね、ぜひこうね、歩み寄るというか、ね、ぜひこれを機会に話し合いをしたりとか、価値観をもう一回伝えたりとかね、奥様のね、やってることをね、感謝をして、認めてね、支えてくれてありがとうっていうことを伝えてみてください。絶対女性はね、変わります。でやっぱりこう夫婦っていろいろありますよね。男性女性って脳が仕組みが違うから、やっぱ女性はこうすぐね感情でわってなるし、男性はね結構ロジカルじゃないですか。だからねいろいろすれ違いもあると思うんですよね。なのでこういう時だからこそちょっと一歩冷静に、ね、なってこう俯瞰もしながら、イライラするんだなっていうのはその感情は全然 OK なんですけど、それをね家族に当たるんじゃなくって、じゃあどうしたら自分の気持ちがこうすっきりして、またリラックスしてリフレッシュできるんだろうっていう風にこう切り替えていく術を作っていただいて、やっぱりね、こう家庭がこう安定してる人ってやっぱりすごく成功も早いですよね。私ね、やっぱりこう知っている男性の社長さん、経営者さんたちはですね、やっぱりこう女性を、奥様をすごく大事にされてる方が非常に多い。で、もちろんだから自分も好きにいろいろやってるんですけど、そうやらせてくれてるのは奥さんがいるからだっていう風に感謝も忘れない人が多いんですよ。なのでぜひですね、感謝をしながら、そして自分はお仕事をね、お家でも本当に頑張って認め合って、ちょっとね、ムカッといった時は少し一歩冷静になって俯瞰モードに入ってやるのもいいかなと思います。
余談なんですけれども、コロナ離婚って、まあ、結構コロナのおかげでですね、イライラした人がすごく増えているので、なんかこう街でですね、1ヶ月間とかホテルのサービスがあるところもあるそうなんですよね。1日4000円とか5000円くらいって聞いたんですけど、それもありですよね。少し距離を置いて接することによって改めてありがたみが分かるってこともあると思う。だから別に1週間でもいいですし、ちょっと離れてね、お互いちょっと冷静になって、やっぱりね、必要だなと思えばそれはそれでいいと思うんですよ。でね、このコロナが原因で実はね、コロナ結婚も増えてる。なんかこうやっぱり不安だからこそ一緒にいたいとか、あとはね、時間ができたから一緒にいたいっていうね、カップルも増えてるから、全然ね、いいこともいっぱいあるんですよ。コロナも使いようなんですね。うん、私のね、実はね、友人もご主人とね、3ヶ月間口聞いてなかったらしいんだけど、このコロナがきっかけで仲良くなったんだって。すごいラッキーだなと思うんですよね。だからコロナのせいにして仲悪くするんじゃなくって、このコロナを利用して夫婦仲をまたね、絆を深めるチャンスでもあるんです。どっちがいいかなって考えた時に、やっぱりね、家族仲良い方がいいじゃないですか。であれば、お互いに尊重をして、ちょっと俯瞰をね、したりとかして、そして今みんな不安なんですよ。ね、恐れもあります。だからこそ相手を少し思いやりを持って、そして自分自身がね、ご機嫌にいられるようにすれば、絶対にいい関係が築けるのでですね、ぜひこのコロナをきっかけに絆を深めて、ね、より幸せでですね、穏やかな家庭を築いていっていただければ嬉しいなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。それでは、この動画がいいなと思っていただいた方は、ぜひ、いいねとチャンネル登録も、お願いいたします。皆様のいいねとチャンネル登録が励みになります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。